久保さん。なんかね、多分ね、裸でいけるんじゃないですか。ま、あ下はダメだと思うんですけど、あの、ボディービルダーの中山きんに君の動画とか、まあ、普通にあの、筋トレしてますからね。ボディービルダーとか。どうですかボディービルダーです。裸の心でいいんじゃないですか。 まああの久保さん、なんか風呂上がりみたいですけど、僕、今から風呂入ってこようかなってますけど、<laughs> 結構引き締まってませんそう、あの、僕、脂肪がないので、脂肪がないんで筋肉が目立つっていうね、それだけなんですけど、脂肪がないです。だそのね、贅肉と一緒なんですよ。贅肉と一緒なんです。 なんかね、心にね、みんな、まあ、久保さんも言ってましたけど、なんかいろんな変なプライドとか、変な、変なものがまとわりついてるんですよ。生まれた時みんな裸ですからね。<laughs> おぎゃー言うて。<laughs> そう。そう。みんなおぎゃーなんですよ。裸で生まれてきてるんですよ。うん、いやー。でも結構、 40歳でございます。40歳。トレーニングはしてません。あの、なんか、久保さんトレーニングしてるみたいですけど、僕トレーニングしてないです。全くしてません。トレーニング。でも、脂肪がないので、ちょっとあの、筋肉が目立ちます。 なんかブルース <laughs> ちょっと疲れてきた <laughs> 今だけ疲れた <laughs>、うんまあ、みんななんかねそうそうあのなんか顔出しとかなんかまあ久保さんも言ってましたけど僕も2の6000本ぐらい一般公開してますけどまあ街中で言われたことないですねあれ吉谷さんですか 一度だけありますけど、その一度も奇跡的な一度なんですけど、車がぶっ壊れて、GTR がぶっ壊れて、レッカー頼んだ時に動画撮ってたんですよ。あれ、もしかして、アイコスの人ですかっていう、アイコスの人ですかっていう声かけられたことは一度だけあります。で、昔僕アイコスの動画は結構回したんですよ。4万回、3万回とか回してたんですけど。で、アイコスの人ですかって言われました。 でもそのレッカーのお、あの、お兄さんです <laughs>。僕がレッカー頼んでなかったら、まあ、言われること、一生言われることはなかったかもしれないです。これからも多分、街中で声かけられることはないと思いますね。どうですかあの、すれ違った人覚えてますうん。まあもちろんそのヒカキンさんとかはじめ社長とかそこのレベルまでいったらね、あれかもしれないですけど、わかんないですよ。 うん。わかんない。そう。多分、ヒカキンさんがサングラスかけて、普通に街中歩いてても、まあ、誰かが気づいて、わーって人高いんだらかになったらあれかもしれないですけど、あんまり気づかれないと思いますよ。そもそも、意識して歩いてないですもん。うん。なんか、普通に歩いてて芸能人に会えるとは思わないじゃないですか。だから、意識してないですよ。だから、ふっと見たときに、あれ みたいなのがあるかもしれないですよでもそのあれでそこに声かけられるまでいくっていうのは相当有名人じゃないとまあ無理じゃないかなと思いますよねいやー久保さんどうですか結構まあありますね僕 これ本当にトレーニング積んだら結構マッチョ、マッチョっぽく、ボディービルダー、細マッチョ。だってトレーニングしてないですからね。そう体,体脂肪、僕ね、多分ないとま脂肪がないんですよ、本当に。 みんな余計なもん食ってんすよ。ね。まあ、余計なものも、それもな、必要なのかもしれないですけど、そんな食わなくても生きていきますよ。食わなくても、まあまあできますよ。そう。うん。まあ、今日は2食食べましたね。僕大体1食なんですよ。ま、あ1食か1.5とかね。今日は2食食べましたけど。うーん。 でもね、僕の経験上から言うと、食べるほど腹減るっていうね。食べるほど腹減るみたいな。もっと胃袋がく,くれみたいなね。もっとくれみたいな。そう。なんかね、食わないでずっと生きてる人もいるっぽいですけどね。心の裸です。一番いいのは、心の裸、心にその、いろんな身にまとわないってことですね。 うんはい、では。